爆発したー。あー、ミニトマト入ってたのか。失敗。あはー、プロデューサー聞こえた？お弁当チンしてたらミニトマトが爆発しちゃった。ごめんね、電子レンジちょっと汚れちゃったかも。でも多分壊れてないよ。うん、ひななは平気だけど、ママに作ってもらった弱くまちゃんのキャラ弁、なんかすごいことになっちゃった。あはー、こんなことになるなら先に写真撮っておけばよかったな。あ、でもママが撮ってるか。ん？へえ、何？お、すごい！本当に？お料理系でしょ？ひななちゃんと覚えてるよ。あはー、そんな顔しなくても大丈夫だよ。今日はミニトマトが入ってるの知らなくてそのままチンしちゃったけど、普段は爆発させたりとかしないから。いいよ、やる。うん、だっていつでもひななが幸せって思える方を選ぶんだもん。そんなのプロデューサーも知ってたでしょ。うん、そうだよね。ひなな、普段はお料理ってしないけど、でも食べるのは好きだから作るのも好きになる気がする。でも作るの担当より食べるの担当の方が幸せかも。本番は作ったやつ食べられるのかな。あはー、楽しみだね、プロデューサー。